はい。ブラスクのサントリーニで殲滅今日はね、ハンドガンだけを使って戦っていこうと思います。拾った武器使うのもありにすかな。ということでね、あの、メイン武器なし SV9 をメイン武器としてやっていきましょう。殲滅こっち側か。まあ、ハンドガンね、使う上で気をつけなきゃいけないのが、まあ、アサルトとかにはね、正面から打ち合っても勝つことはね、難しいんで、なるべく裏とか横とか、相手の視線外、 え、意識外から攻撃するように心がけていきたい。でね、まあ、遠距離も、この距離はダメだね。ということで逃げて、で、まずは、やっぱ強いところ横だね。近距離が取れて、かつ裏から横から攻撃ができる場所。それがここで一人きりしていく。で、奥にいるが青いんで、ちょっと避けていこうかな。まあ、この辺でね、戦ってるのが一番ハンドガンの適正距離かなっていう感じがします。 あそこのね、正面の門から出てくる、または階段の下から、あとは裏取りかな裏取りでね、やっぱハンドガン、威力が低いんでね、その分立ち回りや、えー、有利なとこから、有利なポジションから撃っていきたい。ここはね、結構サントリーニで、まあ、有利な場所ですね。頭一個だけ抜けて敵を撃てるっていうね、強い箇所なんで、早速、おっと当たらんちょっとクソメイムだったけど、なんとか撃退できた。 で、裏、お、いたね。今、いたんで、サクッと、ヘッドを当てていく。でね、もう、早速、玉がなくなってきたよ。あいつもヘッドショット、ヘッドショットできないけど、まあ、なんとか倒した。奥、奥、ちらっと見て、まあ、青いよね。ま、大体、青いわ、あそこに出てくんの。で、裏を取って。で、10番。いたね。今、赤点、赤点見えたんで、サクッと、ヘッドショットしていく。残り4発。ちょっとこれ弾か、玉が、 弾数がないんでね、拾おうかな。さあ、君の武器は、おスカーの ?H、ブラックアーバン。おっと、手前に。えー、珍しい武器だね。まあ、持ってたんだけどね。自分もね、最初のガチャで当てた、当てたんだけどね、売っちゃったんだよ。お、いたいたいた。入ってくるところ、サクッと、サクッとやられる。<laughs> またハンドガン。もう、ブラックアーバンも結構ね、面白い銃ですね。 で正面、正面見て、できないの確認して、で、有利ポジションに着くが、まあでも結構ね、こっち、味方がね、強いせっか、ラインが上がっちゃってるんでね、もうここにいても意味がないということで、まあ、門の前か、裏を見に行こう。裏を見に行こうか。やっぱね、あの、メインのルートは AR マジに任せて、おっと、後ろから、ハンドガンで、狙うが一発も当たらない。 おっと爆弾バレてるか場所は。いた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 。いたおら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 。結構当てたがまだ死なない。ヘッドに当ててないな、これは。で、横だな。いたいたいた。で、一発当てて。くぅーまあね、タイマンでもやっぱね、正面から勝てないようであれば、ハンドガンでベストキル取るのはね、難しいんだけど、なんとか。 目標、とりあえずね、ベストキルを取るのは目標にしようかな。ちょっと待っ、ま、た、リロード。あー、リロードしちゃいけない。7発か6発だったら1人いけたな。まあね、14発なんでね、だいたい、まあ頑張っても2人かな。いけんのはね。3人はちょっときついかな。で、奥に1人いるんで、弾当てるが、ライフが削られて8になってしまう。これはちょっときついぞ。裏を取っていくか。で、ラインちょっと押され気味な気もするけど、そうでもなかった。 ということでね、12番から17番に裏から回って、さっきの敵を背中から撃つっていう方法を取りたいが、見つけた時にはもうこちらもバレている。やばいなぁ。裏結構制圧されてますね。まあ、正面から取っていきましょう。まあ、ライフ削ってるんで、まあ、いけるかな。一人向こうに。おっと両者出た。で、右にもう一人いるのは分かってる。出てくるか出てこない。 上、おっと、じゃあここ有利ポジション、頭だけ出して、サクッと倒していく。で、左向いて、左向いたね。ちょっと撃ってみましょうか。何発か撃って、ちょっとやっぱ距離がきついな。裏回って、おっと、上にいる。上にいるやつをヘッド出して、なぜかヘッドショットになってる。で、奥行こうと思ったけど、ここは戻って、ま上に敵がいるのが分かってんでね。ここから出てきたやつをサクッとヘッドに当てて、ヘッドショット出していく。 奥に、奥に一人いるのを倒す。で、おっと、弾がない。これを拾っ、あやべえ、拾っ。<laughs> くっそ、まずいなぁ。まずいっすよ。ナイフだけになってしまった。いやー、どうしよう。どうしようもないのいたしかもいるし、どうしようかな。で、爆弾だけ入ってくるでしょ。そこをサクッと。あれ、入ってこない。まあ、山をかけるが、一個に敵が、で、スモークで フラグ、叩いて、って突っ込んでくるでしょ,ょっ突っ込んでくるでしょ <laughs> 突っ込んでこない。なんだよ、これ。来ないのかよ。で、あ、音が聞こえる。左から来てるんで、出てくるでしょで、サクッと。<laughs> <laughs> ダメだな。ナイフ慣れはしてないんでね。僕のナイフの技術はもうクソですわ。ってことで、適当にグレーを投げてから、14番から18番。10、うん。 で今いたね。見えた見えた。サクッと。ああ、一発も当たらない。ちょっとクソエイムすぎたか。まあいい。あでも結構すげえ。やっぱ味方が今回強いっすね。93対60。さあ、いた。一人いたんで、サクッと倒して。でこっちからいた。もう衝音が聞こえるんで、一人やって、もう一人やるんで出てくるところを、サクッとヘッドを。 狙っているつもりが出てこない。で、横からこっちか反対回ってくるかだから、後方も警戒しなきゃいけないんで、来ないっすね。で、ちょ、後ろを見てから、裏を取ろうと、おおそこ <laughs> で、あ、やべ、もう一人いる。あ、た、たまね、やべ、ナイフ、ナイフ、ほら、ほら、おーし、倒した。ハザード、ハザードと取ろうとしてやられる。<laughs> グッはグは。ぐったぐだやん。もう一回、もう一回行こうかな。 正面、あ、ちょっと正面やられてる気がするけど気にせず14から18番へ向かっていく。で、いたいたいた。一人やってヘッド抜いて、で、降りて、あ、制圧されてるね。こっから入って、ヘッドを狙うが、当てて、おっと、もう、缶ジュースの自動販売機の前にも敵がいて、もう完全に制圧されてますね。やばいんじゃないのこれ。あ、いたおー、いた。ヘッド抜かれたが。 まあじゃあこっちから上がっていって、見て、敵を撃っていく。横から撃っていく。で、おっと手前にもいる。ヘッド抜いて。この近距離だったらね、ヘッド当てやすいんでいいんだけど、遠距離になったら全然当たんないからな。いたいたいた。はい。ヘッド狙っていく。もう結構ね、ヘッドショットするのも楽しいっすね。ハンドガン楽しいんでね。 で、味方はちょっとね、邪魔をしに行って、お一人なんか倒してしまった。あとは上、また上を見る、足音が聞こえる。いるな。いますね、これ。いたいたいた、はい。おっと危ねえ <laughs> 打うち漏らしたけど、なんとか頭当てていく。で、こっちは見てもね、距離が遠いんで、戦えないでしょう。裏を取るか。 で、弾が8発しかない。ちょっとこれ次倒したら武器を奪わないと絶対にまずいぞ。またさっきみたいにナイフになるんでね。それは避けたい。出てくるか音は聞こえる。来たよーしじゃあヘッド抜いて。で、1発しかないから弾を。おなんだこれなんだこれ ?G36 チェリーアート。初めてですね。おほう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 。アサルトライフル。で、ヘッドショット出して。なかなか使いやすいアサルトライフルかなこれ。ガチャ武器だよね。 はい、ヘッドショット。で、あ、148、もう勝ちかな。勝ち格ですね。で、あ、音が聞こえる。コツコツいってるね。出たところに一人じゃないぞ。何人かいるぞ。いたいたいたヘッド狙って、普通に倒して、勝ちですね。てな感じで、ハンドガン。結構いけるね。結局、拾った武器ってこれと、ブラックアワンぐらいだな。 結構倒せたんじゃないでしょうか。で、目標のね、ベストキルには届いたかどうか。届かない。あー、惜しい。あれでもベストキルの人と同じキル数だから、実質ベストキルっていうことで、まあ今日はね、以上で終わります。